本人の似顔絵トーレン・スミスは、アメリカ合衆国の実業家、アメコミ原作者、ライター。日本の漫画の翻訳、出版社スタジオプロテウスの創業者。1980年代には、日米間のオタクの仲介役として奔走。トップを狙え、のスミス・トーレンの元ネタにもなった。妻は、漫画家の斉藤優子。妻の姉、斉藤よしこは、ゲーム、兄から等のライター。 その夫は、大森望む。カナダアルバータ州、ウェタスキウィン生まれ。幼い頃から、SF やアメコミに親しむ。1981年から、アメコミの原作を書き始め、翌1982年に、アメリカサンフランシスコに移住。1983年に、ルパン三世家アリオストロの城のビデオを見て、大きな衝撃を受け、ジャパニメーションのコレクターと化す。 1984年の SF 大会、ベーコンの際に、ジャパニメーションの上映会を企画、総合プロデュースし、恒例行事化させる。1986年の同大会の際には、プログラム冊子として、a v i e w e S ガイド2ジャパニーズアニメーションを執筆。それまでジャパニメーションについてまとまった、情報源がなかったこともあり、一種のバイブル化、後に、 商業出版物としても刊行された。1986年の日本 SF 大会第3号へ、友人だった JP ホーガンと共に来日、オープニングで挨拶。大会終了後も日本に滞在した。2013年3月5日、サンフランシスコで死去。大森望むのツイッター2013年3月7日、パイアニーリング漫画撮られたアトレン・スミスパセズ。 アウェイアット52コミキシリオンス2013年3月7日ありがとうございます。